はい、こんにちは。今回は畠山貴教選手の紹介でございます。壮絶な打ち合いをした伝説の2試合を背景とともに解説をし、また引退後のバラエティ番組での演技についてご覧いただきたく思います。まずはガチンコファイトクラブでのワンシーンをご覧ください。ファイトクラブ生4期生と5期生が対立している中、畠山さんが4期生のために現役世界王者の佐藤修選手を連れてきて、5期生を放っておいて4期生だけで練習をというので、放置される5期生が怒って、この後畠山さんに突っかかっていくのです。なんでちゃうって、なんなん、やめてん。今聞いてるのは誰が雑魚かってことやな。それ今プロテストのものなんかで一切聞いてない。誰が雑魚かというか、おしょうか、お前とお前とお前とお前じゃ。お前なんか文句あるんだ、これ。なんか文句あるんだ、これ。おいよな。来なさいよ、お前。デビューから連戦連勝の畠山選手は順調に全日本新人王になり、そして OPBF 東洋スーパーフェザー級王者になりました。しかし初めての世界戦は引き分けに終わり、王座奪取は失敗となったのです。そして再起戦として18戦無敗の日本スーパーフェザー級王者コージ・アリファー選手と戦うのです。お互いに無敗同士の一戦は史上最大の日本タイトルマッチと呼ばれ、全国ネット生中継されたのです。ハードパンチャー同士の一戦は1ラウンドから打ち合いになるのですが、中間距離からの戦い方は畠山選手の方が1枚上手です。畠山選手が有利な展開でしたが、7ラウンドに浩二選手が反撃し8ラウンドを迎えます。8ラウンドは畠山選手がペースを奪い返そうとしますが、浩二選手がどんどん前に来てパンチを放ち打ち合いに持ち込みます。もう少し左フックをね、体を使った重いパンチを打つとね、かなりいいんだっていうことあるんですけども、お互い意地と意地のぶつかり。畠山選手、強烈な左ボディーブローから連打へとつなげます。余談ですが、この試合の両者のファイトマネーは500万円、さらに勝利者賞として500万円とパジェロが贈呈されたとのことです。コージ・アリファー選手を破った畠山選手は、WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルを2度目の挑戦で奪還しましたが、2度目の防衛戦で失い、引退するのです。しかし、畠山選手はこのまま終わらず、1年後に階級をライト級に上げて復帰するのです。復帰戦はなんと WBA 世界ライト級タイトルマッチなのです。復帰戦は世界ライト級王者ヒルベルト・セラノを見事に8ラウンドで倒します。畠山選手のボクサーへの復帰の一番のモチベーションは坂本選手との戦いなのです。だから王者となった畠山選手はインタビューで坂本選手へ呼びかけるのです。次は坂本選手であります。その話なんです。坂本選手とやるのが僕の今回のモチベーションだったんで、ぜひ坂本選手と次はやります。はい、序盤畠山選手は坂本選手と打ち合いますが、4ラウンド頃から距離を取り出入りを行います。畠山選手接近すると肩越しの右パンチを多用します。坂本選手の左ガードが低いので、接近戦での右パンチは有効なのです。距離を取ると坂本選手はなかなか捉えることができないのです。しかし接近戦になると坂本選手のパンチは重く脅威なのです。
ブランド畠山選手の右カウンターがよくヒットします。パンチをもらいながら打ち合いに持ち込む坂本選手、しかしスピードが徐々に落ちてきてます。このラウンドあたりで畠山選手は手応えを感じたようです。6ラウンド、接近しての坂本選手のパンチが猛威を振るいます。畠山選手はしっかりガードをしてクリーンヒットを許しませんが、よく耐えています。スピードが落ちてきたといっても坂本選手のパンチは一発で倒す威力を持っています。ただスピードが鈍ったので畠山選手はガードやカウンターなどの対処はやりやすくなったでしょう。有効打は畠山選手の方が多いので、パンチの積み重ねから坂本選手の動きや反応が鈍ってきております。畠山選手は時折右のパンチで耳の後ろを狙います。ここを打たれると三半規管が損傷し平衡感覚を失うのです。グラウンドには畠山選手の右フックが直撃し、坂本選手の左耳から流血します。それとともに三半規管が潰されたのです。迎えた第10ラウンドがこの戦いの運命のラウンドとなるのです。坂本選手との一戦で燃え尽きた畠山選手はその後モチベーションが低下します。2度目の防衛戦はリック吉村を相手に引き分け防衛、3度目の防衛戦はジュリアン・ロルシーに判定で敗れ引退したのです。坂本選手と戦うために戻ってきた畠山選手、坂本選手との戦いの後は戦う理由が見出せなかったかもしれません。